はい、皆さんこんにちは。シラス46にしたはいいけど、まだ1回も使ってません。というわけで本日はですね、こちらのシラス水産高校にて、ガチサクセスやっていきたいと思います。センス丸を引いておりまして、デッキがこんな感じですね。ルシファー、角田、能見雷、みやび、東条ということでね、こちら先日配信されました、東条と、こちらの角田のミート上限アップ、そして守備上限アップを、2段構えで使ってみて、査定がどうなるのか、検証していきたいと思います。初期値はちょっと良くないかな、ミートと守備が低いという、ちょっとねここを上げないとどうしようもないんで、ここが低いっていうのはちょっと、あんまり良くないんですけど、やっていきたいと思いますといった感じです。お、いいね。ちなみに今テイク3ですね、2回ともイベントが未完で、死にました。はい、気を取り直してやっていこう。肩かな、肩か総力、東条が上がってないからこっちかな。いやマジでね、妄想コマンド駆使しても全然イベントが起こんないんですよね。本当にどうなってんすかね、最近のパワープロは。といった感じでやっていきましょう。39、さすがに角田で、角田がこういう風に一緒に帰ってくれないと厳しいですね。やっぱりマネキンじゃないや、恋愛成就の守りとかもないので、まあ、みやびからモテモテもらうことも視野に入れつつね、序盤は評価を上げていきたいところですね。さあ、メンタルはありがたい。行こう。さよなら。まあ、やってみた感じ、技術はすげえ足りるんですけど、メンタルポイントが足りなくなるので、そちらをケアしていきたいですね。なので、メンタルの指導とかを積極的にやっていきたいところですね。ここどうする？妄想でもいいんだよな。悩む。悩む。いきなり悩む。まあ、そうね。雷から、キャマルチャンス、パワーヒーあたりは欲しいんで、雷いっとくか。おし、オッケー。狙い通り。常にね、サクセスは最大値を狙っていきましょうという意気込みの中やっております。35。お、いけるんじゃない？いく。いいね。まあ、角田、いけてないですが、まあ、しょうがないでしょう。けっつく、渋いな。さあ、このイベントの発生はナイス。さあ、ここは角田かな、さすがに。ああ、やっぱりもうこの現象が起きるんだよな。まあ、これは妄想でいいでしょう。まあ、回復も込み込みで、やっていきたいと思います。ああ、これか。下でもいいな。下でもいいけど、常に最大値。印象ポイントは結構足りなくなるんでね。欲しいところ。52。52は無理だろう。無理だな。というわけで、角田に行くと。頼むよ。OK。これで評価多分足りるはず。よし、オッケー。31。さすがにこっちっすね。
さあこれは登場ね。 OK ルシファー、ゲッツ崩しは潰そう。他のコツも潰したいけど、まだねちょっと基礎値が上げれてないんで、まだ様子見で。さあ盗塁まあまあだな。 F スメンタル足りるか。無理無理ゲーだな。無理ゲーだけど行くか。さよならは潰していい気がする。よし、外星もね、東条の開骨になるんで、まあまあ、必要なのかなと。で、ムードは取っておくというシラスの教えを受けたので、やっていきます。あー、カルピスうめ。さあ、順調に勝てそうですね。さあ、セクニ。開幕告白を祈りつつやっていきましょう。来い。でれん。お。あ、そっちじゃねえよ。そっちじゃねえけど、まあ回復はありがたい。そして告白も来たけど、さすがにまだ11月の頭なんでね。指導していこう。さあ、有能骨頼ます。おお、いいね。さあ、回復イベントが重なっちゃうのはちょっともったいないですが、もうイベントが走ってくれるだけでもう本当にいいです。出ます。そして、間に合っていく。本当に回復イベントもったいないな。まあ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 、間に合ってくれただけ。マシといった感じでしょうか。ミート20だからね、全然美味しくねえ。そのミートに51いけそう。いけそういけそう。よしよし。まだだな、まだコツは。我慢。有能コツを祈る。伸びやられた。登場早い。そして48 41 41、いけるか。いけそう。くっそー、指導の運が悪いな。精神が怖いんで。さあ、いやー渋いな、コツが。指導はできてるけどコツが渋い。ここもメンタルでいいかな。まずいですね。ちょっとまだささやき破りくらいしかいいの聞いてないな。そっか。微妙。ほんと、指導はできてるんだよね。いいね。ちょっと潰していくか。さすがに危機感を感じてきたので。粘り、悪球、代打、ラッキー、速攻、盗塁。これでいいか。さあ、満塁とか悪くない。よし。これからこれから。いいよ、青いよ。いいね、この青さは素晴らしい。満塁は取るか。メンタルがやっぱきつくなるんですよね。
さあ、アウトコース、まあまあだな。まあまあだけど、あれ重なっちゃうと最悪ですよね。インコースとかと。あ、もてもて。あー、これもてもて来ないの地味に痛いんすよね。85は無理。なんとも言えねえな。雷とくか、角田の評価上げるのもあり。いや、雷だな。最大値、最大値。オッケー、キャッチャーナイス。よし。なんとこ悪い。プレイングはしてない気がしなくもないけど。正月に大吉で勝ちたいっすね。そこで評価を爆上げしたい。という強欲な姿勢を保っていこう。よし、青いぞ。あー、さすがに筋力稼げてないしな。どこでもいいけど、マルシファーだよな。さっき何？アウトコースか。アウトコースで、意外性も取っちゃおう。筋力、パワーが今回高めだったので、まあ、筋力ポイントは、あまりけど気にしないというのは嘘ですけど、うわ。そこまで、危惧しなくても大丈夫かもしれません。いやー、もらうコツが渋すぎるな、本当に。いやー、今日だ。くっそ。負けた。うわ、失敗かよ、あそこ。マジで。みやび失敗は珍しいけど痛いなぁ。妄想でもいいけど。あとイベ、イベント感想を考えるなら妄想だけど、ここはデート。うわー、当初早い。これ成功したことないんだけど、まだ。あー、ダメか。これこそ妄想な気がしてきたな。これはさすがに妄想ですね。そっちかい。オッケー。渋い。デート。これは買ってあげましょう。はい。やめて、マジで。うーわー。はぁ、ボツになりそうな予感が。くぅー。なんで、招きないのにそういうイベント来るかな。サボんなよ、マジでやめろよ。オッケー。いや、きつ。これ伝説の引っ張り屋でもいいんじゃないか、角田。でもそうか、そうするとエピローグで上り上司がもらえなくなるんだよな。うわ、危ねえ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 。よろしくないなぁ。さすがにもう取り直したくないぞ、俺は。行こう。86、いけるかな。あー、精神力追加。あー、くっそ。これがあるんだよね。くすにしますか。一発。オッケー。
イベントが安定の来てない。52、よし。他に取れそうなのはないですね。さあ無欲で、よし。あー、これはもう評価、みんなの評価上がっちゃったんで上でいきましょう。これは評価上もなるね。イベント後イベ、いや後イベが起きてないんだよな全然。それはありがたい。おーいいね。よし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 。みやびは1回目来てるよね。みやび2回、雷2回、能見3回か。よしよし。まだ希望はある。コンボも起きてるんで、頼むぜ。セク1起きて、セク2微妙で、セク3が、来てるって感じかな、今。86いけそう。ただこれルシファーが来ちゃったら意味ないんですよね、確か。ローボール、打撃が上がってるんで、まあいい感じではありますか。ノーミ来て、ノーミさん、よし。いやー、それが嫌だったんだよ、それが嫌だったんだよ。48。わー、シュ、メンタル足りるか。足りそう。危ね危ね。さあ、何くれるんだ。盗塁。パワーヒー、アベヒー、広角、打球伸びがないのはちょっと辛いですね。いいね、打撃は当てていきたいね。おー、いいね、よし、ナイス。よし、これは成功かな。メンタル、うわー、うわー、攻めるか。ここは攻めでしょう。引いたら男じゃねえ。何パー ?43。しゃ。ランス調整するか。戻って、練習。戻って、練習。戻って、練習。戻って、そして、4回目の練習。くそダメだったか。うわ、追い打ちをかけてくる。まあ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 、そのだけいいかな。まだ2回目か。まずいですね。あ、3回目か。よしよしよし、飲みが走った。あ、これ来てなかったんだ、ありがてえ。さあ、まあデートでいいんだけど、
ホールいって、わー、メンタルが死んでる。まあ、8かな。志村 A は行きたいっすよね。さあ、あー、失敗か。39、オッケー。印象もきついですね、結構。あとは本当にパワヒーは来てほしい。もう最悪プルヒで行くわ。パワヒーは来てほしいな。当時に。よし、ナイス。オッケーオッケー。A 行けそうですね。おい、なんもない。なんもないのはデートかな。ランドを上げて、帳尻を取る。角がって何嘘なんだろう、まだ出てないよな。ただ評価が多分まだ足りてないんですよね、角田の。意思を尊重する。あー、少しか。少しだと痛いんだよね。目標は SS2 ですね、選手で言うと。そこは作っていきたい。よし。あれ、試合って全部勝ちましたっけ？記憶がないな。多分で、しらすの経験ってのあれがわかんないんだよ。多分5000くらいは、皆さんセクサンで出してそうっすよね。41、41。まあ、肩だな。パワヒコツもらっててよかったですね、本当に。さあ。パワヒ打開。回復かな？よし。48。打開は取るか。あと、雷の福井部が1回と、雅が2回で、能見が1回か。際どいなぁ。さあ、ラッキーセブン。ルシファーは来る。来い。よし。ルシファーって本当にシュビーゾンなのかな？ダンジョンで毎回 A まで上げてるけど、失敗することも多いんですよね。74無理だな。ここはメンタルでいいかな。あといべ！ OK！ これでリーチだね、二人とも。何もなかったら妄想しよう。保険で。渋いね。これ評価足りてないよね、これ。足りてないね。ソウル踏んどこう。次にラブパも来ちゃうんです。よし！ナイス！これであと脳み。最悪脳みだけで OK。あ、そっか。最後、シラスは試合でめちゃくちゃ伸びるのか。ラブパを利用した筋肉タック。うわあ、これは精神だな。精神にルシファーいてほしかったですね。オッケー、いいね。あ、そっちか。こ
これは取っといた、ささやき炙りを取るところだな。うまい。87、いい日ね。で、ささやき炙り。エンダーも取るか。ラッキーセブン。あと欲しいので言うと、流し広角パワーヒッチャンス対左ですね。怪我も来てないのか。今回マジで青コツの引きは悪いですね、完全に。わあ、キャッチャーカンストした。うお、すげえ。怒涛のイベントラッシュ。ありがとうございます。これで全完走ですね。オッケーオッケー、加速していけ。いいよ。これ、メンタルでもいいけど、さすがに、打撃かな。いや、どうだろう。いや、打撃だな。打撃というか、パワーです。頼む！おー、いいね！ありがとう！ラブパが続いていく。まあ、ここかな。チャンス！パワーヒー降格！かくらん。渋いの来たな。ここは、イエス！Yes, I do. 光って欲しかったけど、青骨で。OK, OK. まあまあじゃない？大機能力上げていこう。パワヒどうしよう。じゃあ、20丸まで掴んだらもう取っていいと思うんだよね。パワヒをどうしよう問題。かくらんは取るか。ミートは101にしたいし、守備も101にしたいからね。ああ、パワーがやっぱりきつめだな。パワー、筋力と精神を稼ぐことを意識していこう。よし、頑張ろう。で、今回私いつもバランス型で振ってますけど、まあ、今回は、まあ、査定にこびて振っていきたいと思います。しらすさん、こっから長いんですよね。あんまりぐだらいたくはなかったですが。パワー不足な感が否めない。シュッ、あー早い。よし、さすがに牙とかになったらパワーヒないときついんで、次がやべ、シラスマジでわかんねえ。三回戦が旬、あ、次パワーコー、次旬 A、次波動でしたっけ？だとしたら、それまでに来てほしいな。四周目までに来てほしいところ。青骨ないか。ここ妄想じゃない？妄想タイム。まだ A になってないからな。打撃エース行ってもおかしくない気がするけどな。まあ、妄想しとくか。守備怖え。角田は大丈夫かね。結構青骨踏んだ感あるけど、まだ A にならないですね。読んでるぜ。
みんなどんな感じなんだろう。うわい、ま、あ、投手能力がそんな上がってないのか。なるほど。スタードライバーさすがにきつい。うわー、それは打てんな。危ない危ない危ない。スライダーかと思った今。それは甘いぞ。青骨との戦いか。さあ、おっと、どこだ ?74、41、OK。これ、総力を B にしたらいきそうですけどね。で、コツは、特にないか。割とまだ取れてないのあるな。頼んまーす。チャンス。わあ、メーカーがついたよ。メーカーがついてしまったよ。ああ、B になったけど、まだ A に行かない。そろそろパワーヒットなきゃきそうなんだよな。ちょ、ミートは101にしとこうかな。これきついなー。うわ、いきなり。うお、かっけ。うわぁ、ちょっと、怖いなぁ。ホームラン打つのきついな、パワーヒないと。うわ、まずくないこれ。負けはありえないよ。しらすで負け、野手負けなんてめったにないっすよね。ただ投手能力が今回あんま上がってないんで。うわっ、ちょっと待って、やばい。待ってよ、試合負けはないよ本当に。頼むよみんな。うわー、キワッド頼むぜ。気合で勝て。よっしゃ、危な。危ねえ。これは完全に負けパターンだったな。心臓に悪いわ。74。いけるけど行きたくねえな、これは。なので、妄想かな。ちょっと守備も上げとこう。メンタル足りんなぁ。ちょっと待って、みやびって来た？あ、来てた。びっくりした。来てないかと思ってた。休みたいけど、まだ B、A になってないからな。だからこれ、投手と走塁が A になったらやばいっすよね。今のとこはいい感じですけど。まあでも妄想だな。打撃来い。守備か。守備上がりすぎじゃない？お、A になった。やったぜ。キバは打てんからパワーヒトロー。ねえ、これ、パワー S が非常に厳しい。お待たせ。甲子園まで。5番、しらす追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー、二塁三塁という場面で出ます。打った、強い当たり、打球、レフト。うわー、やっぱ打たれんな。しらす攻撃に入ります。先頭バッターは寺沢。
投げた、ストライク、少し意識しすぎたか、投げました、なるほど、ストライク、投球は3球目、投げました、打った、これは強烈、伸びた、なんでこの打法なんだろうっていうか、あんま好きじゃないんだけど、ね、この打法。今日2打席連続でホームランを放っている寺澤、打ちました、痛烈、さあレフト見、知らすリードで、とどめを刺そう、ツーアウトランナー一塁という場面で、あー詰まったけど行く、打ちました、これは当たり、打球は入った、おし、よっしゃ、これはでかい、うわー、おこつこない、これ行く意味あるっていうか、人少なくね、イベキャラ3体しかいないんだけど、どうする、まあ行くか、次メンタルタック青骨が来るんで何もないよりマシでしょ、くぅー、まあいきそうだけど他がきついね、冷凍くらい取ってやるか、いやー挑発、挑発はまあまあわかんない、まだわからん、頑張ろう、怪我しにくさとパワーヒー来なかったのが敗因ですね、今回はまだ負けてないけど てか守備 S101 のエフェクトがすげえ気になる、うわもうちょっと今回マグロ援助しすぎでしょ、ルシファーでいいやん、でなんで逆境になるとみんな打ち出すんだろう、逆境ないのかな、うーまたギリギリだよ、でちゃんとキャッチャー20もあると司令塔もついてるのに怖いですね、さあ言った通りになるか、お、いいね、いいっすね、よっしゃ狙い通りだぜ、もうここまで来たらもう降格は無理だしな、マジできつい、頼む、怪我しにくさ、怪我しにくさ、 B 来い、バンティね、うわー激闘やだ、まあ総力45、圧倒的筋力不足だな、なるほどですね、超熱、あーいろいろきつい、いろいろきついでござる、最後代打の神様じゃなかったらきついですね、やっちゃった、ストレートはボール、インローへ、カウントワンボールワンストライク、第3球を投げました、打ちました、満塁アーチ、シラスリードで迎える3回です、先ほど満塁ホームランを放っている寺澤、第2球投げた、見えてる見えてる、アウトレットボール、カウントは2ボールノーストライク、オッケー、これはいい当たりだ、右中間一投、入った入ったホームラン、鶴山、いやー SS には行きたいんだけどな、トップバッターは寺澤、今日5打点を挙げ、打った、これは強烈、一投、付け替わって攻守の安定感が増しました、ね、今日はチームの全打点を叩き出した。
しています。投球これから2球目。詰まったか、詰まったか、詰まったな。風も逆だし、うお、ヒット5本しか打ってないんだ。さあ最後ルシファータック青骨打撃。だわ。メンタルが強そうだからメンタルいいかな。いやー、パワーが足りない。まずでもって技術もなんだかんだ足りない。ついなー。内野安打と本塁生還とか欲しいっすよね。きついぜ。きつ、マジできつい。しやす、難しいな。2回の裏1点を追いかけます。シラス攻撃に入ります。トップバッターは寺澤モール。しかも一の背を打たなきゃいけないという。さあ次の投球。投げた。ああ危ねえ。動画での一ノ瀬のねプレッシャーといったらアンパないですか。うわー、打てなかった。うわ、また乱打戦だよ。ただ守りになった。フォークだろう。ただフォークは怖いんで打ちません。あー、もう、あー、よかった、優しい。そこでフォークとかカーブ来たら終わってましたね。入った入った。シラスリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁。おーっと、スライダーじゃないのか。今日2打点を挙げています。やべ、打ったくらい強烈。今そのまま伸びていく。また風逆だよ。寺澤いいバッティングを見せました。おぶねー。どうだろう。なんか皆さん普通に1万点とか超えてるからな、サクセスで。多分全然っぽいな。さあ、唾液の神様か。果たして、なんだっけ。高速レーザーか。どっちだ。あー、外れにいた。経験点は9107。全然出てないな、多分。一言で言うと、きつすぎる気がする。うわ、あ、取れてないじゃん、回復。あ、これ前のサクセスか。終わったー。これは終わりましたわ。マジで、マジで。来る日。登り。いやー、しらす難しいっすね。いやー、これ完敗ですわ。あー、行かないか。もう上げられるとこないしね。他取らないとしたら、いやー、高速レーザー見られた、マジで。どんな感じ ?7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 101 102 102 103 104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 
12段。まあこんなとこですかね。はい、こんな感じにしました。まああれですね、パワー S にできてないのといろいろとありますね。あとコツで言うとなんだろう、広角でしょ、流し、固め、初球、逆境、守備職、いぶし、打球伸び。ああ、もう全然っぽいな。うん。多分 SS、どんくらいだろう。まあ、見ていきましょう。どんなもんですか？あ、SS、1もいかず。しらすむず。まあ、こんな感じでやってみましたが、私はまだまだ勉強が必要なようです。はい。という感じで、今回の動画は以上としたいと思います。よろしければ、チャンネル登録、高評価のほどお願いいたします。ちょっとね、しらすをね、いろんな人に教わりながら今後やっていきたいと思います。では失礼します。See you!